補助金を不正に受給していたのは、飯塚市の医療法人維新会、飯塚光病院です。福岡県によりますと、この病院は新型コロナウイルスの患者を受け入れるため、一昨年し9月から去年3月までの間、15床の病床を確保したなどとして県に補助金を申請していました。しかし、会計検査院が調査したところ、 コロナ病床の運用に必要な看護師を配置したシフト表などがなく新型コロナの患者を受け入れる体制が整っていなかったことが分かったということです入院病床が逼迫しないよう病床確保に奔走していた時期でございましてそうした中でこのような悪質な不正行為が行われたことは許せない補助金の返還命令額は今日時点で8500万円余りに上っていて病院側は 実態を確認せず申請してしまった、前任者に聞かないと分からないと話しているということです。